大切な相手の方が見つかりました。お相手のパーティーがすげえパーティーだな。シルバディタイプヌル、チャーレム、サンダー、マリオリ、ドリューズということで、シルバディとタイプヌル。タイプヌルはおそらく奇跡ですけど、シルバディタイプわかんないんで、この画面だとちょい厄介。コケコの通りは結構出していきたいですね。コケコから入りますか。チャーレムな、ラティオスが多分ワンパンできる、ワンパンできるがガーって感じだな。コケランドハッサムが一番パッと思ってた選手なんですけど、サンダーがちょっと重たいんですよねこれ。ただ相手サンダー出しちゃうとリザードに積まれる展開があるから、それを警戒してくるような気はしてるんですが、まあやれないこともないかこの選手で。サンダー重たい、サンダー来ないような気はしてるんだけど、相手ラティの一角とかもまあまあありますもんね。リザードのマリオリで止まるからあんま出したくないんですよね。リザ出す場合はカップリザリヒデとかになるんだけど、ちょっと相手の、いやこれでいこう、はい。では対戦よろしくお願いします。一応サンダーが来ないことを祈りながらも、まあ、型によってはいけるんで、目ざこ盛り10万とか、まあ、目ざこ盛りと電気型だったらハッサムで倒せるし、まあ、ランドロスも一方的に弱いわけじゃないんで、タイプヌルから来た、これ絶対あれだよな、トンボ返りやつだよな。何していくんだこの対面、フォルチュンで。まあここドリューズバックもありえますが、ドリューズには一応ランド頭投げができるっちゃできるんでね、問題ないでしょう。いや相手のパーティーマイナーって感じのパーティーじゃないけど、ところどころ嫌なポケモンが揃ってんな。ドリューズとかマリユリとかね、マリユリとかいうポケモンは隙を許したら一気に相手だけで持ってかれるんで、初手から考えてますね。モルチナトール、なんかトンボとかさ買った捨てゼリフって使えるんだっけ、タイプヌル。トンボを覚えたのは知ってるんですけど、デランドロス、なかなかノーマル技打ってくるのは多分ないと思うけど、あーやっぱそうだよね。これで有利対面を作られてしまいますが、チャーレムか、まさか。チャーレム来たらレイパン、まあ、猫騙ししてくるかもしれないけど、猫してくるのかな。チャーレムか、いやもうここも猫騙しでほぼ一点読みで、一応すったけどスカーフ警戒の可能性で猫騙し一回挟んでくるはありえるんで、結構で一回受けます。こいつの火力クソ高いので、あんまよろしい交換の方法ではないかもしれませんが、思念強マジかこいつ耐えた。でもバレパンで落とされるよな、考えろ。いやもう死に出し発すために倒しに行くしかないか、スパーキングギガボールで。絶対バレパン持ってるんで、思念だったか、レイパンないのかな。思念バレパン必殺と考えても、でもレイパンいるよな。まあそう、これは分かってる。やべえ、チャーレムに殺される。もうこうなったらハッサムが全員殴り殺すしかねえ。頼むぜハッサム。正直膝一回かわすぐらいのズルをしないと勝てませんね。でもここ剣舞積まないと試合にならないんで、剣舞積みます。膝は一回かわす期待しかない。さすがにチャーレム剣舞パイパンで落ちないと思うんで、一応計算だけしとくか。はい、ここ当てられる。強すぎだろこいつ。いやワンチャン決まりバレパン飛ぶな、乱数だけど。
でこれバレパンで飛ばされるってありえる、21を。いやめんねよ、ハスの耐久力を。効いてきた。あー、サンダーいるか。これは乾杯説が濃厚。しかも静電気降参しますか。乾杯でござる。チャーレムがやっぱきつかったな。対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーガルーラ、ウルガモス、ミミッケ、グライオン、月光がカブコケコということで、ガルーラがいるでしょ。でコケコから入りたいんですが、相手のグライオンが鬱陶しいとこですね。ただレヒレの刺さりまあまあなんで、結構レヒレでいけばいいという考えもある。ガモスが持てえかこれだな。コケランドハッサムでいくとグライオンがめちゃめちゃ重たいんですよね。まあ、このグライオンが毒ハネのやつかわかんないんですけど、こんな性質するんだったらレヒレから入るか、あるいはレヒレで削ってなんとかしようっていう選出、悪くはない。グライオンにも強いですもんね。これでいってみますか。いやでもこれきついな、普通にコケコを出さなきゃいけないような気はしてる。コケランドレヒレ、あーこっちの方がまだいいか。ミミッキュどうすんだいいんか。今ランドで一回受けてっていう動き、それか超攻撃的にコケコリザードンレヒレとか。うわ、わかんな、選出。いや、困った時のコケランドハッサムでいこう。ほい。では対戦よろしくお願いします。あ、相手のパーティーキャプってなかったですね。まあ、多分編集かなんかでつけてると思います。で、コケイコーから入って。相手は月光が、まあ、悪くはないタイム。マジカルシャインでいいですね。いや、いいか。いや、マジカルシャインでいいな。助けを盾に突っ張ってくる場合にメザ炎とか飛んでくる可能性がないとも言い切れないんで、はい。熱湯か、まあ、これは耐えますが、焼けたらちょい嫌だ。うーわ、マジかお前。手裏剣はワンチャン耐えるな。ボルチェンで手裏剣はワンチャン耐える。3発ぐらいだと多分耐える。耐えて、焼けたんだから耐えて。オッケー、ギリ耐えた。ただ死にかけですねこれは。1回しか行動ができない。まあ1回行動できればいいっていう考えもありますが、あー焼けたのまあまあ痛いな。まあ月光が処理できただけマシか。ハスのが焼けるよりかはマシですからね。ガリーラー、はい。トンボ返り、ホノパンで殺されるのはいい。グロパンの方が嫌だ。このパンはなんか振り方によってはタイル説があるけど、ていうかランス、もともとランスなのか。 A ぶっ走だとしてもグローマ、そうだよな。グロ炎の可能性はまああるんですが、でトンボ返り、ここトンボすることによってランドに対してレーパンじゃなくて捨て身をしてきたときに結構な有利が取れるんで、ランドロスでグローってことは不意打ちもあるんだろうな。これ地震じゃなくてガンプーの方がいいか。やっぱ地震だったらバレパン圏内に入る可能性があるか。地震で S 勝ってる可能性もあるからな。ここ捨て身か。まあこれはいい。はい、ハンドで落ちないよな多分。
ガモスだったらでも負けか。ガモスの場合ここトンボしなきゃいけないけど、絶対にホノパンありますよね。ホノパンなかったらいいんだけど、まあバレるしかないよな、ここバレットパンチで不意打ち方法ってことはガモスじゃないのか。ガモスだったらもう出すの前に剣舞して勝ちだもんな。うん、ガモスの場合ここフリちゃん負け筋作ってるんで多分違うんですよね。ミミッキとかか、もしかして。あ、ミミッキだね。他羽休め剣舞をしてくる可能性は当然ありますが、ここは羽、まあ相手剣舞安定っちゃ安定の場面か。まあバレッパン2回で落ちるビビキはちょっとあれだけどね。シャドクロー、普通にシャドクローかで、羽が通って、ここはバレットパンチ。なんだろう、タスキとかなのかな。いや、タスキ上げ効果だったから、こいつ多分 Z なんですよね。フェアリー Z なのかな。 だとしたら打ちづらい、確かに打ちづらいですね。剣舞いい、はい、もう一剣舞は知らん。 Z を誘ってコケコイケに捧げる、これが唯一の勝ち筋。ひるきメーカー、まあ、そもそもエースとかの場合はバレバンで落とせるんで、オッケーオッケー、これ Z 切らせたな、でかい。あ、ゴーストなんだ、なるほどね。シャドクロは一番ダメージ入って 50% ぐらいなんで、ここ一応羽が追いつくんですよ。できればここ羽して HP 残した方がいいだろうな、急所考慮しなければ。これ入って半分なんですよね。そうそう、でこれ羽全然追いつくんですよ。で、所得度プラス陰打ちを耐えるためには HP 残した方がいいので、でもこの HP だったらもう残るか、多分残りそうだな。バレットパンチで今羽したことによって相手剣舞積む隙間与えちゃいましたからね。まあ、エースだったらそもそも落ちる、落ちましたね。入った対戦ありがとうございました。いや、かなり際どい勝負だったな。はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーが馬車月光、ランドティティフ、ナット、ミミユキということで、コケコラティ何かか、コケコラティまで確定、ラストハッサムみたいな。これ相手の馬車も重たいですね。馬車こなそうっちゃこなそうだけど、これ行ってみるか。超適当に決めたかもしれないけど、でもこれランドとかも重たいからやりすぎか。ラッティいらんかな。ラッティがいるとこう徹底不倫に対して後投げできるんですよ、コケコの対面とかで。でも初手ランドに対応できないしな、これあんまり。コケランドハッサム、あるいはレヒレから入る展開、レヒレハッサム何かみたいな。まあこれはありですね。レヒレハッサムでいけばイラストランドかな。これはありっちゃあり。これいくか。はい、では対戦よろしくお願いします。初手徹底のケアをしつつも、まあ月光ガにも対応できるっていう点でレヒレから入ったんですが、デリヒゲ、まあこれはいいでしょう。ここはムーンフォースですね。次のターンハッサムに引けばはわりかしテテフ自体は処理が可能なんで、助けの可能性があるからここは一旦普通に殴ります。ムーンフォース、いきなり Z ブッパとかが少々厄介かな。メガネ系統はとりあえずこのターンはいいけど、
考えてらっしゃるな。10万ボルト、ああなるほど、メガネですね。デムーンフォース、急所、はい、読まれる可能性もなきにしもあらずですが、ここはランドロス。ナットバックが一応ありえるか。 OKOK、 ここの交換通る。でここは畑でいいかな。相手のランドバック、ナットバックを考えての畑。テテフ切りはないと思いますけどね。おっと、とか遅せえなこのテテフ切りか。しかもまあランドって研磨とかすることあんまないから、そこも考えたんでしょうね。じゃあトンボ返りで落としてレヒレ出しておきますか。これトンボでレヒレを出せればちょっとだけ残飯発動した上に月光河の技も一発は耐えるかもしれないんで、TTF 処理して、まあこれは HC メガネみたいなやつでしょうね。でレヒレでしょ。ここまではいいんですよ。一応残飯が発動するし、こっから何が出てくるかだな。ランドロス、ラストバシャーモとかか。これこのアグロ眼風とか押してきそうな気がする。あと進化版、まあいいでしょ、これはいいや。まあ、自信だったらランド投げるのが一番良かったんですが、仕方あるめ。ラストバシャマとこっちのランドとかが重すぎる気もするんだけどな。でも今のとこそう、あ、やっぱ月光河の可能性はあるか。月光河の可能性ありますね。ここ絶好の研磨チャンスなんで、研磨すると見せかけてトンボで月光河を殺しに行く。まずいのはこのランドが研磨ランドの場合とか Z ランドの場合ですね。 Z はおそらく月光河だと思いますが、多分月光河だよなここ。いや OKOK、 だからトンボル正解。これで最悪バレパンでも処理できるんで、月光河は。ただランドとハッサムの対決でハッサムが負けたら負けなんで、そこは厳しいんですが、でも月光河多分 Z だから飛ぶと思ってるんですよね。タスキじゃなくて Z だと思ってるん でトンボ返り、オッケー、これで大体勝ちでしょう。まあ、ランドの型にもよるけど。でランドのせい、やっぱこの研磨見せかけると、研磨すると見せかける読みトンボ返りは結構決まるんでいいですね。まあ、これのいいところが別に読まれ、まあ、それを読まれて自信をされても今のところ別に何のデメリットもないので、何のデメリットもない言い過ぎだけど、あんまりこっち痛手じゃないんで、その行動にも対応できるっていうのがいいところですね。ここは岩石封じかな。 S を奪っておきたい一応。はい、対戦ありがとうございました。